リカンカブール山は、チリとボリビアとの国境の最南端にある非常に対称性の高い成層火山である。山は、ボリビアのベルデ湖のちょうど南西にある。火山は、アタカマ塩原地域の景色を見下ろす。火山の北東斜面の下部3分の2、4360メートルの裾から5400メートルまでの広大な地域はボリビアに属し、残りの上部3分の1を含む河口と山頂はチリに属する。山頂と河口はすべてチリにあり、国境から南西へ 1km 強のわずかな距離にある。河口は400メートルの幅があり 70×90 メートルの河口湖、リカンカブール湖あって年間のほとんどを氷が覆っている。世界で最も高い海抜高度にある湖の一つで、摂氏30度の気温になるのにもかかわらず、動物プランクトンが生息する。リカンカブール山の最近の火山活動は、北西と南西の裾野に 6km も折り伸びる大規模な溶岩流を引き起こし、より古い溶岩流は 15km に到達し、火砕流は山頂から 12km のところまで堆積した。大規模なインカ帝国の遺址が山頂にあり、コロンブス以前の登頂の証拠としてだけでなく500から1000年以上の間大きな噴火活動がなかったことを裏付ける。リカンカブールという言葉は火山を言い表すためにアタカメーニョ族が使っていたクンサ語の名前をカスティーリャ語化したものである。リーコン人々、キャバー、山を表し、人々の山を意味する。ありがとうございます。